アメリカ合衆国の政治家。ロナルド・レーガン政権とジョージ・ H.W. ブッシュ政権で第68代アメリカ合衆国財務長官を務めた。1930年4月11日にニューヨーク州ニューヨークのマンハッタン区で誕生する。1952年にイエール大学人文学部を卒業し、1954年にハーバードビジネススクール修士課程を修了した。 同年に大手投資銀行である、ディロン・ギードに入社した。1970年から1988年まで、ディロン・ギード会長を務める。他にも数社の投資銀行の経営に携わった。1982年4月20日から1982年12月27日まで、ニュージャージー州選出上院議員の、ハリソン・エイ・ウィリアムズ・ジュニアが辞職したことによって、 共和党上院議員を務め、再選は求めなかった。上院で彼は、軍事委員会及び、銀行委員会、住宅都市事務委員会に所属した。1988年9月15日から1993年1月17日まで、財務長官を務めた。彼と妻のキャサリンの間には4人の子供がいる。ありがとうございます。